春が近づいてきた帯広競馬場です馬場水分1.3%さあ合図があってスタートしました飛び出した8頭1障害に向かいます2番高子派レイ上がってきました先行して1障害登って下りますさなく光るなでしこ津軽の栗 甲子派ボルト、いわきファイター前固まって前場1障害降りています下って一旦止まってまた方を進めます7番、光なでしこ並んで8番、津軽の栗津軽の栗刻みましたさなく6番小鉄、小手津外3頭固まって1、2障害の中間を過ぎていきますあとはうち1番、孔子派ボルトその後三3番、いわきファイター2番、孔子派レイ 並んで方を進めます。さなく四番神の力続いて、少し間が空いて、五番鶴井天ゾろ一番後ろ。七頭は固まっています。刻みながら方を進めます。八頭。六番小鉄が前に出て、並んで七番光るなでしこ止まります。外は津軽の栗。また、方を進めて光るなでしこ小鉄が二障害手前です。 前半72秒で来ています津軽の栗3番手で2障害手前に来て7番光しこそして6番小鉄が仕掛けます小鉄止まったじわりと上がってきたのは7番光しこ先頭で第2障害降りていきますさあその他の各馬も挑戦が始まった第2障害うっと髪の力膝をついた2番孔志晴が上がってきた2番手で第2障害をりていきます その後各馬の挑戦続いている内から1番コーシハボルト上がってきた3番テレに障害食らってその後と8番津軽の栗立て直して4番神の力第2障害を降りました7番ヒカルなでしこ先頭ですまもなく残り 20m リードは三馬バシン2番コーシハレイ2番手その後と8番津軽の栗1番コーシハボルトです前残り10 7番光なでしこ懸命に穂を進めます三馬審のリード2番手2番孔子ハレイにじわり津軽の栗接近うーんと光なでしこ止まって外から8番津軽の栗並んできた光なでしこ粘る津軽の栗並んだその後と2番孔子ハレイ3着地位置5組の一戦一旦止まった光なでしこ これに立て直して光るなでしここれに迫った8番津軽の栗2頭が並びましたリプレイの映像全、ま、く並んでいます7番光るなでしこ8番津軽の栗津軽の栗光るなでしこ2頭接戦その後2番甲子志レイ3着です第4競走確定までお待ちください